エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回はミカキンが試してよかったパーティー編成となります。星5キャラの獲得も大事ですが、その使い道となるパーティーも重要かと思います。個人的に初期からプレイして活躍したパーティー編成を紹介していきたいと思います。最初に紹介したいのは王城夜行ですね。有名な編成です。編成はフータオ、イエラン、ユクアキ、勝利となります。この編成で良かった理由としては、数万ダメージを短時間に多く出せるという点です。その他にも中ボスや螺旋でも問題なく使える、連続蒸発でダメージが安定しやすいっていうのがいい面となります。逆に悪かった点というと、編成の難易度がとにかく高いっていうところです。あとはフーターの生物厳選がかなり難易度が高いというところと、持ち武器で火力が変わるという点です。さらにフーター自体の HP コントロールが必要となり、ダメージに影響されます。あとはイエラン1突していれば問題はないんですが、イエランのチャージ効率が回転率に影響するので、その点もとても大事な要素、難しいところかなと思いますね。育成難易度は高いです。ですが火力を出すには一番安定したパーティーだなと思います。続いては北条開花パーティーになります。これは最近使い始めたパーティーですが、かなり安定感がありますね。編成はニーロー、ナヒーダ、主人公、ココミになります。ココミ枠はバーバラでも大丈夫です。自分はバーバラの方を使ってます。で、良かった理由に関しては、熟知盛りだけで火力が単純に出せるっていうところと、ヒーラーもいるので耐久面がある、ニーロー以外の代替キャラが獲得しやすいっていうことですね。星4編成が組めるっていう点です。悪かった点っていうところで言うと、主人公のチャージ効率が結構大事っていうことです。回転に影響しますね。で、2番目、ニーローの HP にダメージが依存すると。HP が高くないと北条開花のダメージが上がらないためです。で、3つ目、氷バリアに対して弱いという点。で、最後、最大火力出すならニーローの持ち武器が必須という点になります。パーティー編成が組みやすく、螺旋でも通用するので、かなり使い勝手のいいパーティーです。編成自体はニーロー以外星4でも組めるのがいいところです。続いては雷ダブルアタッカーです。雷編成を使うときはこのパーティーが楽しいですね。編成はライデン、ヤエ、カエデハラ、ベネットとなります。良かった理由としては、ライデンのチャージ効率で爆発の回転率が上がるという点です。あとはベネットとカエデハラで火力がアップすると。さらにいいのはカエデハラで集敵ができるので複数戦も得意という点です。悪かったところとしては、保証獲得の難易度が高いということですね。あとは耐久面が低いので、キャラコンで避ける必要があると。さらにチャージ効率の厳選が爆発の回転率に影響を与えるので、その点が難点というところですね。ダブルアタッカーなので安定して火力は出しやすいのが良かったです。ヤエとライデンの追撃もあるので、拡散によるデバフなども狙いやすく、安定した火力は出せるなという感じでした。続いては真の転生です。アヤカを中心とした凍結パーティーとなります。水の敵に対して強い編成ですが、普通に凍結で敵を封殺できるいいパーティーです。編成は神里、神格、楓原、ココミとなります。良かったのは凍結で相手の動きを止めて火力を稼げるという点です。あとは神格でバフとデバフで火力アップ、氷元素の特徴で回心率の確保がしやすいというところですね。悪かった点はココミの代替があるが使いづらいというところです。モナとかバーバラなんですが、ちょっと足りないですね。で、耐久面が低いのでヒーラーが必須です。このあたりココミがいるだけでだいぶ変わります。あとは意外とチャージ効率を必要とするという点です。正直4人揃ってるパーティーとそうじゃない時を使った時に、揃ってないともうちょっと火力足りないなとか、凍結の頻度とか回復が追いつかなかったりと、キャラ不足を実感しやすいっていう編成です。なので4人揃えた時こそ力を発揮する編成だなとよく思います。最後は探索用の編成です。この編成は常に変わる部分ですが、最近はキララ、ナヒーダ、シノブ、イエランを使用してます。良かった理由はキララの壁移動がとても便利という点です。意外と移動って壁へ登り面倒なんですよね。
で、家ランの地面での移動が楽なのはみんな知るところです。あと最後に激化パーティーなので火力が十分という点ですね。で、悪かった点としてはこの編成の場合水の上の移動がそこまで良くないという点です。あとは鉱石掘りの面では苦労するというところですね。まあ、正直なところキララの部分を変えれば簡単に足りない探索面のカバーができるのが良かったなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。